っすぐいいコース、これも最後素晴らしいコントロールで2者連続三振です。精神的に負担なっているところもあると思いますが、バット回りました、空振り三振、スリーアウトです。逆転してもらった後のピッチング、2球目打っていきましたがファールボールです。高めに入ってきますがファールボールです。これは低めいっぱい、最後は低め、素晴らしいコントロール、同点のピンチを迎えましたけれども、最後は非常から三振を取っています。ということは結構あったんですけど、高め、スイングアウト、早いボールでした。スイングアウト、3回まで落ち着かなかったんですよ、これね、いいんだと思いますよ、スイングアウト。最後は低め、空振りを取りました。キャッチャーのサメルが続いてますけども、高め、空振りを取りました。外いっぱいです、142キロ見逃し三振で2アウトです。まっすぐ空振り三振です。アウトサイドいっぱい、ストレート、三振、空振り三振、最後はストレート、空振り三振です。手が出てしまいました、浅間、最後は高め、最後はストレートに絡まって、この辺の当落線上の選手にとってみればマシク、ストライク見逃しの三振でした。本人としては悔しそうです。アウトコースのボールでした、はい、3球目まっすぐです、143キロ高め、まっすぐで1番の野間からです。ちょっとやっぱりその流れも変わる、3球勝負できました、見逃し三振でワンアウトです。同じところを川崎さんに、まっすぐ来た、見逃し三振、ここは見逃し三振が出ませんでした。満塁のピンチでしたけれども、必死よく踏ん張りました。まっすぐ出せました、まっすぐで空振りです。外まっすぐで空振りを取ります。ランナーがスタート、いい球セカンド送られました、見逃し三振です。そして最後は外いっぱいでした、見逃し三振、ワンアウトです。高め振らせました、いやのがあの辺りは聞いておきよう、高口ズドン、ジャストザキング空振り三振、最後ストレートですか、スピンの数感情したいな、ジャストザキング見逃しの三振、追加点のチャンスで、はい、これは上げました、どうでしょう、ファウルになります。おー、ジャストザキング見逃しの三振、手が出ませんでした、でしょうから、はい、しかしこれはきしいボールでした、いいボールですね、野村選手に関しては、まあ、今後この世界でね、140、高めの球振ってしまいました、三振は5個目、大きなため息のような声がライト側。